ボローニャ大学における1350年代の講義風景を描いた写本冊子へ。日本の学習院大学の正面玄関。大学は学術研究及び教育における高等教育機関。日本の現在の学校教育制度では、高等学校もしくは中等教育学校卒業者、通常の家庭による12年の特別教育を終了した者、または、 これと同等以上の学力を有する者を対象に専門的な高等教育を行うものとされている。学生の教育課程と修了要件の充足に応じて学位の学位授与を行う。大学は通例、最も程度の高い学問を学ぶ学校とされ、最高学府とも言う。ルプレヒト・カール大学ハイデルベルク大学を単に高等教育機関と定義するならば、 紀元前7世紀創設の滝白の総院が最古の大学となる。滝白総院では学位に相当するものが卒業生に与えられていた。世界遺産の滝白遺跡がある、現在のパキスタンのイスラマバード北西にあったが、6世紀に町と共に破壊された。古代インドにはかつて学問の中心地として、滝白、ナーランダ、ビクラマシーラ、カーンチプラムがあったとされる。 紀元前387年に古代ギリシアの哲学者プラトンが作ったアカデミアでは数学、哲学等が教えられており、十字軍以降、イスラム世界を通じて中世ヨーロッパの大学成立に多大な影響を及ぼした。その他にもギリシアではヒポクラテスの故郷コス島に医学校、ロドス島に哲学の学校があり、アレクサンドリアには 博物館と図書館があった。中国では、全館大の紀元前124年に、管理養成学校である、大野学部が設立された。環状樹林殿に、夏和校とのたまい陰に小とのたまい州に助とのたまうとある。修大には、壁王と呼んだとも言う。来期王政編には、天使命の教善のため学。小学在校級南の左、大学在校。 天使く壁王、諸曰く宮とある。随大以降は、国古間が最高学府としての役割を担った。五世紀設立のナーランダ総院は、インドのナーランダ県に所在し、仏教を中心とした学問研究で有名で、仏教だけでなく天文学などの知識も教授していた。学位に相当するものの授業の他に、今の大学院に相当するコースもあり、西域、ペルシア、 アラブ世界からも人々が学びに来ていた。地元の熱心な仏教いたずらの寄進、伏せによって運営費や学生らの食費などが賄われ、最盛期には学生の数はおよそ1万人、教師数百例人、蔵書数500万冊にも達しており、建物群は仏教を大切にした歴代の王たちによって増築が重ねられ、 キャンパスの広さはおよそ1 0トル5トルほどにも達し、中央には大きな塔もあった。12世紀頃のイスラム教徒による破壊まで続いた。6世紀にはサーサーンアッサ、ペルシャにグンデシャープール大学があった。日本では7世紀の天智天皇の治世に官僚要請を目的とした大学寮が創設された。カロリング町では シャルルマーニュがアーヘンにスコーラポリティーナという名の学校を作った。アカデミー・ブレックス型大学もカロリング町指導者により798年今のフランスのノワイオン近郊に設立された。学者、統治者、聖職者、シャルルマーニュ自身などが参加して一般市民の教育について統治者の子供の教育、統治、侵略者からの領地の防衛、 浪費を防ぐ術など議論していた。これらの活動は、大学の下準備となった。ヨーロッパにおける中世最初の大学は、849年に、ビザンツ帝国、アモリア王朝三代皇帝ミカエル三世の摂政、バルダス・マミコニアンによって建てられた、コンスタンティノープル大学で、9世紀には、サレルノ大学が作られた。 988年創設のアルイコールアズハル大学は、エジプトのカイロに所在し、イスラーム法学、プラトン、アリストテレスなど古代ギリシアの研究が行われ、大学院に相当するコースも行われていた。大学を、近代西洋語の大学という意味で捉えるならば、その歴史は12世紀から13世紀に始まる。もともとは、ラテン語のウニワエルスタスを起源とし、 学生のギルドから始まる。世界最初の校則は、学生のギルドから教師たちへの規則として作られた。その後、教師のギルドも作られ、連合体を意味するようになる。ギルドイコール組合を意味する大学は、学生間で上下関係がなく、日本語の訳語としては、大学ではなく、組合とした方が、元気に近い。 ウニベルシタスという語はもともと団体全般を指していたが特に教師と学生の団体を指すようになった。中世の大学の中でも最初期の代表的なものはイタリアのボローニャ大学とフランスのパリ大学である。ボローニャ大学は自由都市国家ボローニャで生まれた。11世紀末以来ローマ法大全を研究したイルネリウスをはじめとして 多くの法学者が私塾を開いていたボローニャは法学校のある学徒として有名になりここに各国から集まってきた学生たちが市民や司当局に対して自分たちの権利を守るために結束して作った組合が大学の起源であるこの意味での大学は自然発生的に成立したものであるため創立年を明確に示すことはできない一方 12世紀のパリにはノートルダム市教座制度、付属学校や、聖ジュヌビエーブ修道院付属学校をはじめとして、多くの学校があり、アベラールも、パリで、よく講義を行っていた。12世紀末までに、これらの教師たちが権力者の介入に対抗して、結集したのが、パリ大学の始まりである。私塾の連合体としてのパリ大学がいつ、 成立したかを明確にすることはできないが、1200年にフランス王の直教へ、1231年の教皇直書諸学の父によって自治団体として認められた。イングランドのオックスフォード大学とフランスのモンペリエ大学もこのように自然発生した大学である。こうした初期の大学では何らかの事情により教師と学生が集団で、 他の都市に移住することがあり、それによって、オックスフォード大学から、ケンブリッジ大学が、パリ大学から、オルレアン大学が、ボローニャ大学から、パドバ大学が生まれた。さらに、ローマ教皇によって、トゥールーズ大学が、王権によって、サラマンカ大学やナポリ大学が設立された。14世紀に入ると新聖ローマ帝国の、両方君主らによって、プラハ大学、ウィーン大学、 ハイデルベルク大学が相次いで創設された。中世の西ヨーロッパにおいて大学は神学部、法学部、医学部の3つの上級学部と自由学芸学部との4学部からなり専門職を養成することが大きな役割であった。12世紀から13世紀の間の社会の専門職化の増大に伴って同様の要求が 職業的聖職者に対しても増大した。12世紀以前にはヨーロッパの知的生活は修道院に託されていた。修道院はもっぱら天礼と祈りの研究に関わっており、少数の修道院が本当の知識人を誇ることができた。教会法と秘跡の研究についてのグレゴリウス改革の重点化に従って司教は、 教会法に基づいて、聖職者を養成するための、さらに説教と、神学的議論で使うための論理学や、論争、より効果的に財務を管理するための会計学を含む、教会運営のより世俗的側面においても、聖職者を養成するための司教座制堂学校を、組織した。聖法羅天教会見で中世末までに生まれた、多くの大学は、 カトリック教会の講演により、教皇や世俗君主の主導で設立された。これらの大学は、ボローニャ大学やパリ大学が、自制的大学であるのに対して、作られた大学と呼ばれる。学習は、教会のヒエラルキー内での昇進に不可欠になり、同じように教師は名声を集めた。しかしながら、需要はすぐに、本質的に一人の教師によって運営されていた。 司教座制堂学校の容量を超えた。なお、その上、司教座制堂学校の学生とより小さい町の市民との間で緊張が高まり、司教座制堂学校はパリやボローニャのような大都市へ移転した。13世紀に教会における最高位の職務の約半数が終始学位所持者によって占められ、次に高位の職務の3分の1以上が、 修士によって占められていた加えて中世最盛期の何人かの偉大な神学者トマスアクイナスロバートグロステスとは中世の大学の出身者でありスコラ学はその産物と言える中世の大学の発展はビザンツやユダヤの学者からのアリストテレスの広く行き渡った再導入やアリストテレス主義の思想を支持してのプラトン主義や シンプラトン主義の人気の衰えと符合する。中世の大学はキャンパスを持たなかった。授業は教会や家のように場所が使えるところならどこでも行われ、大学は物理的な場所ではなく学生のギルドと教師のギルドが一つにまとまった組合団体として互いに結びつけられた諸個人の集まりだった。この故障で知られる高等教育機関としての大学は まさに中世ヨーロッパの産物であり、それ以外の世界各地にあったという古代の教育機関とは直接的な関係はない。大学は一般に教師に給料を支払うものに依存する二つのタイプに従って構成されていた。最初にできたタイプはボローニャにおけるもので学生が教師を雇い給料を支払う。第二のタイプはパリにおけるもので教師は 教会から給料を支払われる。この構造的な違いは他の特徴を作り出した。ボローニャ大学においては学生がすべてを運営した。事実しばしば教師は大変な重圧と不利益のもとに置かれた。パリでは教師が学校を運営した。したがってパリではヨーロッパ中からの教師にとって第一の場所になった。パリでは教会が給料を払っていたので、 主題的な事柄は進学だった。ボローニャでは、生徒はより世俗的な研究を選び、主な主題は法学だった。大学の研究は、学士号のために6年かかり、修士号や博士号のためにはさらに12年に及んだ。最初の6年は、リベラルアーツを研究する、学芸学部に学んだ。当時ポピュラーな教授法だったスコラ学との緊密な、結びつきがあるために、 最も重視されたのは、論理学だった。ひとたび学士を取得すると、学生は、修士や博士となるべく三つの学部、法学部、医学部、進学部、から一つを選ぶ。進学は学問のうち最も名望のある領域で、かつ最も難しい領域だった。家程は、主題やテーマによってではなく、書物に従って設けられる。例えば、ある家程は、 アリストテレスの書物あるいは聖書からの書物に基づいてあるかもしれない。家庭は選択ではなく、家庭の設置は固定され、全員が同じ家庭を取らなければならなかった。しかし、どの教師が使用するかに従って臨時の選択があった。学生は大学に14、5歳の時に入った。授業は午前5時か6時の開始が普通であった。学生は保護を与えられた。 学生に特権を与えたのは皇帝フリードリヒバルバロッサの直令ハビタによってである。誰も学生に肉体的な危害を与えることを許されず、学生は教会裁判所において犯罪のために審問されるのみであり、従っていかなる身体系からも免れていた。このことは学生に都市環境においてとがめなく世俗法を犯す自由を与えた。実際、 多くの乱用がなされ、盗み、強姦、殺人は、聖職者でありながらも優しい結果を直視しない、学生の間では珍しくはなかった。このことは、世俗的権威と共に不安な緊張へと導いた。学生は時々歳を去り何年も戻らないことによって、ストライキした。これは、暴動が、多数の学生を死に至らしめた後、1229年の、 パリ大学でストライキにおいて起こった。学生はストライキし続け2年間戻らなかった。学生は法律上も純正職者として扱われ女性が大学に入学することは許可されなかった。12から13世紀には大学から大学へ渡り歩いたりドロップアウトして朗朗の実となった学生が方々で見られた。彼らは 教会の定職を得られない法等部来の聖職者で、ゴリアール、または、遍歴学生と呼ばれる。大学の研究のためのポピュラーな教科書は、ペトルス・ロンバルドゥスの、明大集と言われる。新学生や修士は、カリキュラムの一部としてこの教科書について、広範な注釈を書くことを要求された。哲学と神学における中世思想の多くは、 スコラ的な文献注釈に見出される。なぜなら、スコラ学は非常にポピュラーな教育法だったからである。ヨーロッパにおける国際的な卓越性を持つ、どの大学も新生ローマ帝国によって、ストゥディウム・ゲネラーレとして登録された。この施設の構成員は、異なったストゥディウム・ゲネラーレにおける、講義過程をしばしば与えるので、ヨーロッパ中に、 彼らの知識を広めるよう奨励された。ハーバード大学米国では1636年にハーバード大学が誕生する。イギリスでは英国国教会の主導のもと中世のギルド的な大学の伝統に従った貴族による教育が大学で行われており、研究は民間のアカデミーで進められ発表されていた。フランスでは1806年に ナポレオン・ボナパルトによって、かつての地方大学が専門学校へと引き下げられ、新設された帝国大学が指導監督し、国家が国民の教育に当たるというモデルが採用され、研究はやはりアカデミーで進められるものであった。特に重要なのは、言語学者でプロイセンの政治家としても有名だったビルヘルム・フォン・フンボルトがその骨格を作ったベルリン大学である。 ベルリン大学は国家からの学問の自由の標語のもとに研究者と学生が自主的な研究に基づき心理と知識の獲得を目的として法学、神学、医学といった伝統的な学問領域を軸として哲学がこれら3つの学問のみならず自然科学を含めたすべて学問の理論的な研究を指導するというモデルを採用したベルリン大学は 研究と教育の一体化を図るとの革命的な発想の転換により各国の大学のモデルとなりその産業形成を支えた。19世紀に至ると歴史学、社会学、教育学、民族学など新たな学問分野が生じ、数学、物理学、科学など既存の学問分野も急速な発展を遂げただけでなく、 哲学から心理学、哲学史が分離するなどして、今日の大学の基本的な処分野が、ほぼその骨格を表すことになった。イギリス・アメリカでは、大学院教育が重視されるようになる。ジョンズ・ホプキンス大学は、その代表的な大学である。20世紀になってからは、欧米以外の世界の各国でも多くの大学が、誕生してくるようになる。ヨーロッパでは、人文科学、 社会科学、自然科学でも理論的な学問研究が大学の主要学部とみなされた。また、経営学や音楽、美術、工学などでの単科大学はやや差別的な位置づけをされていたが、徐々に大学の構成学部として認知されるようになってきた。21世紀に入ると、情報科学、社会福祉、都市開発などで従来にはなかったような新しい コンセプトの学部も世界各国のそれぞれの国内事情に対応して誕生するようになってきた。個々の競技会についてはカテゴリー日本の大学スポーツも参照。ありがとうございます。